今日の平和公園です。平和大通り、元安川、朝の流れ川、中新木通り、朝の京橋です。双葉山が見えます。路面の工事をしてます。シティタワー、工人橋、円光橋です。今日はよく晴れました。新球場、ズームズームの横です。コストコ前を通過、イオンモール前です。機関車があります。秋葉通りの端っこ、府中大川沿いに、府中大川です。高尾山や五差相山、府中町役場前、街道並木がいいですね。文化橋南詰、三隈橋2キロ、坂がきつくなってきました。小太郎橋から、この道も久しぶりです。高尾山が見えてます。面白いですね、タイヤの影。三隈三丁目バス停前、三隈病院前、9時32分、駐車場です。結構来てますね。だいぶ開発されたような気がします。上一枚脱いでマスク外しました。水が少ないんでしょうね。橋を渡ります。神社です。三隈神社、よろしくお願いします。さあ、上り坂です。三隈橋大園庭、まだ人が少ないかな。今はお腹いっぱいです。実は息が白いです。ありがとうございます。また橋があります。二人すれ違いました。キャンプ場の横、まだ山陰です。この沢は上に堰ができたんですね。汗かいてます。車道歩き、ブリッジ岩、橋なんでしょうね。ゆっくり行きましょう。こっから上がれるんですね。旅館から街が見えますね。三角巣の街です。シティタワー、肘山の向こうが海。こっちから登るのは何十年ぶりかな。高尾山経由です。秋中野駅から登ったのが最近です。途中展望台があったはず。10時3分展望台、見えますように。
どうかな、見えた見えた。広島の三角巣。宮島がうっすら見えてます。肘山が近いですね。あの辺通ったとこでしょう。広島市役所の方です。シティタワーが広島駅の方です。遠くは霞んでます。大野権現山、よく晴れてるんですがね。宮島ほんとうっすら。スタジアム、ゆっくり進みます。お、綺麗な道です。うわー、下りがちょっとあった。続けて上へ。日中15度まで上がる予報。ロープ、高尾山を見ています。誰かいるかな。山頂はまだ右の方の高いところでしょうね。お、ここは展望場だ。大茶臼山の方が低く見えますね。あれが尾長山でしょう。体力が落ちてます。パワーを感じる岩が増えてきました。木の根の道。10時23分車道横断。体力が。展望あります。大茶臼山の方です。あれは牛田山。高尾山の岩場と同じくらいかな。左下に先ほどの車道が見えてます。一人すれ違いました。何回も小休止。あれ車道だ。やはり山道へ。鉄塔どこ行ったかな。鉄塔に着きました。二人追い越されました。また車道横断、左へ。逆でした。ここを右だったんだ。馴染みの分岐。だいぶ上がってますよ。船の警笛がここまで聞こえます。幡ヶ野分岐。幡ヶ野水谷橋へ。まだ登ります。ここも水谷橋の分岐。そろそろ博打岩のはず。お、標識があるぞ。分岐。まだ上が見えてます。あそこでしょう。博打岩です。博打岩に日が当たってます。黄金山がよく見えます。奥に宇品島と二之島、能見島うっすら。朝よりも雲が増えましたね。霞んだ感じです。しかも青みがかっています。三角巣の町、宮島うっすら。
高いビルが見えます。鈴ヶ峰、ね、遠くに白い山がありますね。阿弥陀山に雪があるのかな。大茶臼山、丸山、春日野の団地、檜山、先週登った武田山、電車の音、新幹線映ってたりして、だいぶ息が整いました。南の方に恵下山、電波塔があります。遠くに灰ヶ峰、白山や神奈川道路山、近くに日の浦山、金輪島、東洋大橋、黄金橋、テレビ塔はそこ。すでに水 500cc 飲んでます。暑くないと飲む量少ないです。すれ違いますね。テレビ塔に着きました。下から見える電波塔、そしてその奥に三角点があります。11時22分五差相山山頂、682メートル。山頂は展望良くないです。恵下山の方です。道所山の方です。白く薄い雲があります。阿武山の方です。すぐに下りましょう。水はあと 300cc、 電線沿いに展望があります。遠くに白い雪山、そこにも少し雪が残っています。車道に降りてみます。雪がありますね。電柱の横、阿武山は厚底、急坂注意して、手すり付きの道、早くも車道、さあ車道下りだ。上り石バス停への道でも車道下ります。電波塔、雪残ってます。春を見つけたいです。舗装が綺麗な感じですね。ここは広いな。日が当たる道、ここは街が見えます。右が大茶臼山、丸山も見えますね。檜山や武田山の方です。車道は楽ですね。ここも道がきれい。大雨の時荒れたんでしょう。落石注意。鉄塔に近づきました。山道に入ります。馬木方面の道下ってます。分岐です。ここにも念仏コースあるんですね。林道の方に下りましょう。五差相談から 1.7 キロ、以前通ったことがあります。駐車場 2.9 キロだって。やはりアップがある道、
水流れてませんね。あ、ちょっと流れてます。車道に合流。やはり車ですよね。曲がりくねる車道。あそこは山岸の入り口かな。朝ここを横断しています。ここは景色がいいんですよね。広島の街が望めます。広島駅周辺、12時7分植林です。車道横断、少し登って下り。お昼だからか人に会いませんね。12時16分展望台。明日は雨予報だけど今日は晴れてます。足が疲れそうですね。水の音が聞こえてます。まだ新しい席。日が差し込むと明るいです。野鳥観察小屋、そして車道です。日が当たってます。やはり明るいといいですね。キャンプ場です。12時半、美味しい匂いがしてます。今日は五差宝山登りました。飛石を渡ります。神社に戻りました。ありがとうございました。水が流れてます。車道を通ってみましょう。川の横に墓地があります。さあ戻ってきました。12時40分、日に焼けそうな日差しです。まだまだ良い天気。
東大橋です。円光川まだまだよく晴れてます。